平野紫仕様、筋トレせずにムキムキな体の秘密。遺伝、幼少期の運動、健康な食事習慣が影響を与える可能性高い。キングプリンスへのメンバーであり、俳優としても活躍中の平野仕様。彼はその魅力的な外見と演技力で多くのファンを魅了していますが、彼の筋肉質な体つきにも注目が集まっています。 テレビや雑誌のインタビューで筋トレはしていないと公言しながらもムキムキな体を維持しているという言葉に多くの人々が興味を抱いています。一体彼のように筋トレをしなくても筋肉を保つ秘密は何なのでしょうか筋トレしないのにムキムキ平野の仕様の謎に迫る。 平野紫耀はその魅力的なルックスと演技力で日本のエンターテイメント界で注目されている若手俳優です。しかし彼のファンやメディアにとって彼の体つきも一つのトピックとなっています。なぜなら平野紫耀は筋トレはしていないと公言しながらもその筋肉質な体つきが注目を集めているからです。彼の筋肉は テレビ番組や雑誌のインタビューで歯磨きをするだけで筋肉がつく、階段の上り下りでふくらはぎが鍛えられるといった発言が話題となり、一般の人々には理解しがたい現象として取り上げられています。さらに、彼は10月17日に発売された月刊誌 PSD の表紙を飾った際にも、その筋肉質な体つきが注目を浴びました。 しかし、その一方で、医師や専門家から見ると、平野仕様の体つきは非常に興味深いものです。なぜなら、筋トレをしていないにもかかわらず、彼の筋肉はしっかりと発達しているように見えるからです。この謎に迫るために、私たちは医療法人団政界中整形外科理事長の樋口直彦さんにお話を伺いました。医師の視点から見る平野仕様の 筋肉。樋口直彦さんによると筋肉がつきやすい人の特徴は主にホルモンの影響と遺伝の影響に否決すると言います。まず前者について考えてみましょう。筋肥大には男性ホルモンであるテストステロンが重要な役割を果たします。そしてテストステロンの分泌量が多い人は筋肉が発達しやすいとされています。 平らの使用の場合、この男性ホルモンの分泌量が高い可能性が考えられます。次に遺伝的な要因に焦点を当ててみましょう。筋肉はチキン繊維と側筋繊維の2つの繊維から構成されており、これらの割合は個人差があります。チキン繊維は持久力に関わり、長時間小さな力を発揮するのに適しています。 一方、側筋繊維は瞬発的な大きな力を発揮するのに適しており、筋肉質な体つきを持つことが多いとされています。樋口さんは、平野の使用の場合、チキン繊維が優れた筋肉の持ち主である可能性が高いと述べています。チキン繊維の割合が多い人は、筋肉がつきやすいとされており、これは遺伝的な要因によるものです。 つまり、平野の使用は遺伝的な特徴と生活習慣に恵まれた結果、筋肉が発達している可能性が高いのです。幼少期の習慣が影響また、平野の使用の幼少期にはダンスを習っていた経験があります。彼は8歳の頃からダンスを始め、その後も幼少期から様々なスポーツや運動を経験してきました。 これらの幼少期の習慣が彼の体質に影響を与えている可能性も考えられます。樋口直彦さんによれば、幼児期は神経機能の発達が著しく、約6歳までに大人の神経機能の約8割が発達すると言われています。そのため、幼少期に運動やスポーツをすることで、運動機能が向上しやすくなります。 また、約12歳頃には発達における第2のピークが訪れ、この時期にも多くの身体機能の向上が期待されます。このような時期に幼少期からスポーツやダンスを経験していた平野の使用は、その後の筋肉の発達に有利な条件を整えた可能性があるのです。腸内環境も重要。 最後に、平野の使用の体質に関連するもう一つの要因として、腸内環境が整っていることが挙げられます。樋口直彦さんによれば、筋肉が発達しやすい人は、腸内環境が整っていることが多いといいます。腸内環境が整っていない場合、身体は必要な栄養を効果的に吸収できず、筋肉の発達が妨げられる可能性があります。 ヒラの仕様は自身の食事にも気を使っており、グルテンフリーの食事をせっていると公言しています。このような食事習慣は、腸内環境を整え、栄養バランスを保つのに役立つとされています。そのため、ヒラの仕様の食事習慣も彼の筋肉質な体つきに寄与している可能性が高いのです。結論。ヒラの仕様の筋肉質な体つきは、 ホルモンの影響や遺伝の影響といった生物学的な要因と幼少期からの運動習慣、健康的な食事習慣といった生活習慣によって形成されている可能性が高いことが明らかになりました。彼の体質は得意であり、一般的な筋肉のつき方とは異なるものですが、その健康的な生活スタイルと積極的な運動習慣が 彼の魅力的な外見と筋肉質な体つきを支えていることは確かです。筋トレをしなくても筋肉を維持する彼の体質は多くの人々にとって興味深いものであり、その秘密は一つの謎として今後も注目されるでしょう。平野の仕様の成功は、 彼の外見や体つきだけでなく、健康的な生活習慣と積極的な運動への姿勢にも起因していると言えるでしょう。